映像の悪さは全然変わってねえな。起きてたんだ。なんだお前もか。なんか眠れなくて。お前でもそんなことあんのかよ。ありますよ。レオン君にはどう見えてるか知らないけど、こう見えて私は意外に気が利くよな、お前。面倒見もいいし、アイロンがけもうまいし。そうかな。けどいまいちパッとしねえんだよな。決め手にかけるっつうか、70点の女っつうか。料理もうまいっちゃうまいんだけど、インパクトが足りねえし、デザートのラズベリーもこうソースとかなんかこう一手間欲しかったよな。あと風呂、入浴剤、温泉だのハーブだの言われてもピンとこねえし、そもそも俺はシャワー派だ。ぬるま湯に浸かる主義じゃねえんだよ。あ、これ人生と一緒な。飯食ってる時に脱ぎちゃって飲んだよ。聞いてればいい気になって。たくマイナスに。70点じゃねえ、口張ってんだよ。おい、あれだったら熱湯風呂に入れてやる。は、上から目線で。何、可愛いとか色気がどうとか、英語ができるのできないの、胸が大きいとかどうとか、人の価値をスペック云々で決めてんじゃないっつうの。そういう考え方しかできない脳みそ持ったあんたにがっかりだぜ。てめえ、あっはっはっは、すっげえ似てる、レオンに超そっくり。え、すっげえ迫力。笑わないでよ、ね、70点の女って言われたんだよ私。ねえ笑わないで、普通わかるでしょ、自分の彼女バカにされたんだから。っていうかさ、やっぱ3人で住むのなしは。普通に考えてすげえ狭いし。今さら何言ってんだよ、男に二言はねえだろ。おじさんには俺から連絡して。親父は関係ねえ。シュ、お前は日本なんかにいるべきじゃねえ。お前はとりあえず出てけ。は？おい、ちょっとシュ。